はい、今回横浜 F マリノスの今季主将になった木田選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。木田選手、今季、主将ということで、はい、僕勝手に、元横浜 F マリノス在籍で、ありがとうございます、はい、で、2002年、3年が優勝経験させてもらって、はい、木田選手が2019年、2022年、はい、その15年ぶりの優勝を2019年にして、ね、幸いにも2回ずつタイトルを取らせてもらってるんですけど、特に僕のプロ1年目、2年目とか3年目とか、すごくなんか近しいものを最初感じてて、はい、でどっちかというと派手なプレーっていうより、こう縁の下の力持ち的な感じのプレーを木田選手すると思うんですけど、木田選手がプロ入って、それこそやっぱりターニングポイントになった年、特に2013年、14年とか試合出場少なかった年、はい、なのか、あとそのターニングポイントというか影響を受けた先輩、はい、特にその横浜 F マリノス、キャプテン歴代見ても、はい、松さんやってる、ユージさんやってる、俊介さんとかそうそうたる名前がいるんですけど、最初に19年やった年、はい、キャプテンやった年もちょっとお話を聞きたいので、はい、そのユースからもうずっと一筋で来てると思うんですけど、はい、まずプロに入ったのが2種登録、2012年、はい、高校の時、その時はまずどうでした？2種登録って今でこそ結構大人数できたりするんですけど、その時はまだ1人できるかどうかみたいな感じの時だったんで、本当にびっくりもしましたし、で練習とかもちょこちょこ参加させていただいて、試合も帯同できることもあったんですけど、本当ガチガチに緊張して、緊張してたの？はい、もう本当におっしゃられた通り、そうそうたるメンバーの中に入るので、帯同するだけでも本当にもう緊張してましたし、ただ先輩たちが本当に優しく話しかけてくれて、プレーの面でも思い切ってやっていいよというのを本当にたくさんの人がかけてくれたので、のびのびやらせてもらったっていう思い出があります、ね、感触としてはその2種登録っていうか、高校3年生でプロにこう登録してっていうことだけど、はい、自覚的にそのプロになれるとかプロでやれるっていう自覚がそのユース世代からどこら辺から芽生えてきたの？昇格って決まっても、絶対やれるなっていう感覚は自分の中にそこまでなくて、いい意味で深く考えてなかったというか、もう本当に思い切ってぶつかっていくだけだなって思ってたので、あまりやれるだろうな、どうだろうなって考えた記憶があまりなくて、本当にすごいメンバーの中でやれてましたし、それだけでも素晴らしい環境だったんで、成長できる材料もゴロゴロ転がってますし、吸収できるものしかなかったので、そういう環境でやれてたのは本当に感謝しなきゃいけないなっていうのは当時から思ってました。2種登録してもらって本当嬉しさが、喜びがあったし、出た当初、当たり前じゃなくてもすごい緊張だったり、いろんな想像の、はいはい、だからそれでこそ、いろんな選手こうインタビューさせてもらって、宇佐美選手とか柿谷選手とか、はい、結構高校1年年代でもうちょっと天才と言われて、それもうこれはプロでやるみたいな、はい、そこでやるのが当たり前だっていうこのメンタリティでやってたのと、はい、またこうちょっとこう違うというか、俺多分似たような感じというか、はい、すごくガチガチに俺も緊張してて、なんかプロ1年目っていうのをこうどうにか踏ん張ってみたいな年だったと思うんですけど、じゃあいざ2013年入団して、はい、そこからの 1,2 年っていうのは、試合数見てもリーグ戦が14年に1試合、2試合です。でカップ戦1試合で、で天皇杯2試合ってことで、トータル5試合っていう、その2年って木田選手にとってどういう年だったのかなっていう。プロ2年間で5試合っていうのは公式戦、スタートとしてはプロとしては本当に最悪のスタートって見られても言われても仕方ないスタートだったと思うんですけど、中身としてはすごく僕としては充実した時間で、そうなの、ね、はい、もう1年目に限っては公式戦1秒も出てないんで、プロとしての価値を問われるとクエスチョンがつくと思うんですけど、その日々の練習だとか生活の中で楽しかったと言える時間を過ごせた、もうそう思える時間を過ごせたのはすごく大きくて、今にもつながっている部分がすごくあって、出れない選手の気持ちももちろん分かりますし、そういう時に何をしないといけないのかっていうのは、もう本当先輩たちの姿もそうですし、いろんな人が手を差し伸べてくれて、いろんな話を聞かせてくれて、そこで
頑張れたのもありますし、自主練手伝ってくれたりとか、うんうん、一緒にご飯に行ってくれたりとか、うん、本当にたくさんしてもらったんで、うん、そこへのもう感謝しかなかったし、自分ができることって言ったら頑張り続けることしかなかったんで、うん、まあ、そういう選手たちの思いだとか、自分の力で絶対に、まあ、正解にしたいなというか、うん、自分がどれだけ時間かかっても、うん、マリノスにで活躍することで、うん、そういうのを示せるとは思ってたんで、うん、まあ、タイトルとか少し時間はかかってしまいましたけど、うん、そういう選手たちに今でも感謝してるぐらいです、うん、特にこの影響っていうか残って、その当時に声掛けしてくれた先輩とかも含めて、うん、どの選手に何かエピソードとかってある、そのなんか声掛けしてもらったとことで。本当たくさんの選手日々声かけてくれてたんで、あれなんですよ。まあでも一番はしゅんさんはやっぱり、まあ、その数もそうですし、うん、面倒たくさん見てもらったので、うん、本当に一番覚えてるのはあれですかね、初先発、うん、自分が初先発はアウェーの柏戦でリーグだったんですけど、うん、トップ下で出たんですよ僕、うん、まあ、本来ボランチの選手なんですけど、うん、でもう絶対的なしゅんさんが、うん、怪我しててっていう状況で、自分が出ることになって、まあ、ポジションももちろんそんなにやったことないですし、初先発という状況も相まって自分もやるしかないなって思ってたんですけど、試合に向かうちょうどバスに乗り込んだ時にショートメールが届いて、でもしゅんさんからで、ボール来る前に必ず周りを見ること、気合い入れすぎず余裕かませっていうメッセージが来て、うん、もうその短い言葉だったんですけど、うん、本当に心に刺さって、うん、で、まあ、そのタイミングを自分の心見透かされてんのかなっていうぐらいのタイミングで送ってくれましたし、うん、そのまま試合に臨めて、うん、チームも勝って、うん、初先発を飾れたんで、うん、なんかそういう器のでかさというか、うんうん、ましてやこうしゅんさんが誇り思って、勤めているポジションですし、しゅんさんは大きなものを背負ってクラブのためにやってきた存在なので、そこに何も実績もない若者が入るっていうのはそんなに簡単にできることじゃないと思うので、そこでやっぱりそういう言葉をかけれたり、チームのため仲間のためにそういう行動ができるっていうのはすごく感銘を受けたというか、自分の人生においてもすごく大切にしたい出来事の一つだったので、うん、本当に人間として選手としてはもちろんですけど、うんうん、男としてリスペクトできるなと思いました、うん、それでこそ昨年中村俊輔さんに、はい、対談させてもらって、はい、まあ、ベストイレブン作ってもらったら木田選手出てきたんですけど、はい、ああもう対談させていただきました、はい、はい、そう、それでやっぱり最初と、まあ、今とっていうか、まあ、現在とそのもう見違えるほどっていう、やっぱりその最初はなんかこう、まだなんかがむしゃらにやってたというか、うん、そういうのがすごく印象的で、まあその後はもうやっぱり成長してっていうか、まあ、僕もしゅんさんの言葉に助けられたというか、はい、しゅんさん覚えてないけど、はい、全く覚えてなかったけど、はい、すごくなんかこう細部を見てくれてるというか、そうですね、あまりキャリア関係なく、はい、うん、本当頑張ってる人に手を差し伸べるじゃないけど、なんかそういうのをやってくれる先輩で、僕もすごく記憶に残ってるんですけど、2013-14 はもうその充実度の方が大きかった、そのなんか特に1年目とか2年目とかも含めて、やっぱ試合出れなくて監督への不満だったり、俺はちょっとこう変なプライドが邪魔してしまって頑張れてない自分がいて、逆に腐ってしまった時期があったんだけど、そういうの全くなかった。あ、全くなかったですね。へー、別に美談にしたいとか何もないんですけど、うん、本当にもう自分の力も足りないのも分かってましたし、監督とか周りへの不満とかは一切なく、うん、もう自分が力をつけなきゃいけないっていう思い一つだったので、うん、そのためにやれることを日々やってきたつもりではいましたし、うん、まあ、その姿を見て先輩たちも声かけてくれたり、うん、いろんな場所に連れてってくれたりっていうところもあったとは思うんで、うん、それはすごく助けになりましたし、うん、このまま頑張っていこうっていうふうに思わせてくれたことでもあったので、うん、試合こそ出れなかったですけど、うん、充実度の方が大きかったと言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。特に聞きたいのは、やっぱそういう試合に出れない選手ってプロも含めてその、高校世代
もたくさんいると思うんだけど、その時に、まあ、そのメンタル的なとこをまあ、クリアできたとしても、今度スキル的にどういうものをずっとその特に出れない2年間っていうのはこう自主練ないし、まあ、練習の中では意識の中でっていうことがあると思うけど、その自分の武器となるようなものってどういう練習をしたのかなっていうのはすごく気になるんだけど、まあ、練習の中でできたことできなかったことっていうのは、あの自分の中でちゃんとあのフィードバックしないといけないですし、今の中高生たちに何かを言えるほど、あ の立場じゃないっていうのは大前提として、あのそんなおこがましいことは言えないんですけど、まあ意識一つで変わる部分もありますし、練習あの急には上手くならなくてもコツコツやっていくことで身になっていくものもあるので、最初は特にですけど、こう守備を特徴としてる、まあもちろんそうなんですけどっていう風な見られ方をされてるのも分かってましたし、ただ攻撃のとこで、貢献しなくていいかっていうとそうではないので、もう全てにおいてレベル高くやっていけるようにしようっていうのはもうプロ入る前からもそうですし、意識はしてたので、そこに大きな才能がないのであれば、もう本当にコツコツやるしか方法はないので、そこで根気よく我慢強く、多少うまくいかなかったとしてもやり続けるしかないので、そこで本当にちょっとずつちょっとずつできること1個増えたり、またこれできないなって出てきたりっていう繰り返しだと思うので、続ける力とか根気強さっていうのは難しいですけど必要になるのかなと思うので、まあ自分もそういう選手だったと思うので、大きな別に特別な選手じゃないですし、技術だったり頭の方もそうですし、伸ばしていかなきゃいけないと思うんですよね。まだまだ完成形には程遠いですけど、まあ、これからも地道に愚直にやっていくしかないなと思ってます。もう全て言葉が物語ってるんですけど、出てる時も出てない時も変わらず、この自分の立ち位置というか、まあ、自己分析して今をやって、今 の、まあ、あの立ち位置があると思うんですけど、2015年から試合を結構もうフルで、出るようになって、そこからのこうシーズンの中でこうプレーだったりワンランク上がったっていうのは多分木田選手の口から出てこないかもしれないけど、なんかこう感触としてちょっとこうやれるなって思ったシーズンってどこなのかなっていうのが、2015から割と公式戦出させてもらえるようになって、自分のやりたいこと特徴だとかはある程度出せるなって、そのシーズンからもちろん思ってたんですけど、同時にその1試合2試合出せたとしても、フルシーズンとか年間を通してずっと出し続ける難しさっていうのも同時に感じたんで、手応えもありつつ、いやまだまだだなって、上には上がいるしこのままじゃいけないっていうのはあったので、なんかその2つの思い、もちろんあの通用する部分もありながら、やっぱフルシーズンと通して安定感もそうですし、出し続けてこそのプロだと思ってたんで、2つ思いがありましたね。プロ、まあ、全部の試合見てるわけじゃないけど、木田選手の中でその守備っていうのはもちろん印象的だったんだけど、あの中盤 の中間ポジションであの特に受けてターンするっていうプレーがどんどん多くなってきた。であれはこう監督の影響なのか、自分で意識してこう継続してこうできるようになってきたのかっていうのが、特にあのボランチやってる選手っていうのはあそこで、ね、あのやっぱターンできるかできないかっていう、そうですね、その判断の切り替えっていうところがすごく難しいと思うんだけど、あそこら辺ってどこかこう誰かの影響なのか、継続的なその積み重ねなのかっていう、プロ入ってからもそうですし、あのずっと継続して練習してきたもそうですし、積み重ねてきたことでもあるんですけど、やっぱりサッカーの質もボスが来てから、すごくもう180度と言っていいほど変わったのも一つあって、それまではこうマリノスの色としては、まあ言葉にするならば堅守速攻、まあ、1-0 でも全然勝てるという力もあったと思うんですけど、今も続いているアタッキングフットボールって言われる、また知られているサッカーになっていったんで、そこで大事にしているものとか表現したいものっていうものが、まあ、合致してというか、あの自分も続けてやってきたこともそうですし、チームがやりたいこともしっかりと確固たるものがあったので、そこである程度仲間との共通理解もそうですし、やっぱり真ん中の選手って自分一人で何かやるっていうのは少ないと思うので、
うん、もちろんその力も大事ですけど、うん、より周りとの関係性もそうですし、でより力を発揮できるポジションだと思うので、うん、そういったところで周りも理解してくれましたし、表現できる機会が増えていったのかなとは思うので、うん、まあ、それは続けてやってきてよかったなと思ってますし、まだまだできるんじゃないかなと思います、うん、でそれで2019年、まあ、キャプテン就任しての、まあ、タイトルっていうところに行くんだけど、実際あの年キャプテン就任受けて率直な感想というか、こうどう思ったのかっていう。めちゃくちゃ重いなっていうあの、うん、まあ、その価値とかもちろん、うん、あの分かるとは思うんですけど、うん、このクラブでキャプテンを務めるっていうのがどういうことなのかっていうのは、うん、多少なりとも分かっていたつもりではいたんですけど、うん、やっぱり勤めた人間にしか分からないこともあるし、うん、その重みとか責任、覚悟もそうですし、うん、どれだけのものが必要なのかっていうのは、うん、やってみて分かった部分もあったので、うん、そういったところでは改めて、これまで繋いできた人たちをリスペクトできる部分もすごく大きくて、うん、こういうことなんだなというのは身をもって体感できたのもそうですし、うん、同時に光栄な思いもあるので、うん、誰でも勤められるものではないですし、うん、任命してもらったからには、うん、自分の全てをかけてでも、うん、結果を出すのもそうですし、繋いでいこうとは思ってたんで、まあ、結果的に1年目で優勝できたっていうのは、まあ、出来すぎだと思いますし、うん、間違いなくみんなの力なので、うん、僕が何かしたっていうのはないですけど、うん、まあ、本当にみんなの喜ぶ顔が見れたのがもう一番報われた思いにはなりました、ね、特にその2019年シーズン、まあ、キャプテン最初っていうことで、まあ、もちろん簡単なシーズンではなかったと思うけど、僕が特に聞きたいのはやっぱ終盤になってきて、その優勝首位に立ってるチームとかがプレッシャーに追われてっていうことが結構よくある現象だと思うんだけど、そういうものって結構こう実際感じたのかっていう。あ、僕自身はなかったですね、全く、うん、周りはどうだった。2019と22優勝してるんですけど、うん、またちょっと形が違って、うんうん、19はもういわばノーマークというかあの前年は残留争いしてましたし、誰もこうマリノスが優勝するなんて予想してなかったと思うんですけど、僕らは当然そこを目指してもう突き進んできたので、本当に走り抜けたなっていう感覚、まあ、最後も本当負けなし、10戦11戦負けなしぐらいだったんで、もう本当駆け抜けてい、けたっていうのはチームとしても力も勢いもありましたし、一方22年は首位に居続ける難しさもそうですし、うん、それこそ追われる難しさも体感できて、うん、ホームで負けてなかったっていうところで2連敗して、うん、僕自身は2013年を知ってる身だったので、うん、あの光景がもう忘れられなくて、うん、大好きな先輩たちがあんなこう崩れ落ちるだとか、うん、あの空気感もそうですし、うん、日産スタジアムの空気も忘れられないですし、うん、あの時にもう本当にどれだけ時間かかってもっていうのは最初から思うのはおかしいですけど、うん、絶対自分が借りを返すっていうのは心に決めてたんで、うん、15年ぶりなんでクラブとしては時間がかかってしまいましたけど、19、22と取れたのは非常に良かったなと思いますし、うん、クラブに関わる全ての人に感謝しないといけないなっていうのは思います、ね、日野選手が身長もね、そんな高い選手じゃないと思う、はい、まあ、体力的にはすごく走れると思うんですけど、今は、まあ、いろんなね、その経験があったりとか、あのその監督で出会ったり先輩たちの影響とかも含めて、若い頃特に自分の武器となるものってどういうものを武器にしようって思ってたのかなっていうのは、あんまりそこ育成年代もそうですし、うん、本当に全てができる選手になりたかったので、攻守ともにですけど、うん、ただその中でやっぱ得意なこと不得意なことっていうのは多少出てくる中で、うん、自分の形っていうものが誰しも見えてくると思うので、うん、まあ、そういったところでは一つ武器を持つのは非常に大事だと思いますし、うん、僕で言ったらそういう守備のところはいろんな人に言っていただけたので、うん、まあ、そういう自分の中でのもちろん自覚もありましたし、ただやっぱりそれだけじゃなくて全てにおいてそこはもう欲張りになっていいところでもあると思うので、うんうん、まあ、ポジション柄もそうですし、何でもできないと現代の、ね、サッカー特にですけど、あのチームに貢献できないので、そういうところではもう全てにおいてレベルアップは必要だなって今でも思ってるので、もっともっとやらなきゃいけないことは尽きないなって思ってますね。木田選手にとってその同世代の影響とか
こう南野選手とか、はい、浅野選手もそうですね、浅野選手、上田選手とか、まあたくさんいると思うんですけど、そういう選手たちのこう影響ってどういうものを与えてるのかなって思うんですけど、同世代としてのやっぱり思いっていうのはあるのは確かなので、結果を残せばいい、あの刺激にもなりますし、まあ世界で戦ってる選手もいるので、彼らの姿を見るとやっぱり自分もしっかり頑張らないとなっていう思いにはさせてくれるので、あのもちろん連絡取ったりだとか話したりっていうのもしますけど、まあそれぞれの場所で頑張ってるのは非常に嬉しいですし、僕自身で言えば今はね、あのマリノスのために全てをかけて頑張るだけなので、あの本当チームのためになりたいですし、仲間のためになりたいっていうのはずっと思ってることなので、本当目の前のそれを全力でやり続けるだけかなっていうのは、はい、あります。やっぱりもう言葉で全部分かったと思いますけど、そのどんな状況も自分をしっかり分析して、それで地道に愚直に頑張るっていう、しかも今もね、言葉からも覚悟みたいのをずっとひしひし、やっぱ一つのクラブでやるってこういうことなんだなっていう凄みを、俺はできなかった人間なんで、いや凄みをちょっと感じながら聞いてたんですけど、最後にその目標と育成年代の子たちに、プロ目指してる子たくさんいると思うんで、メッセージをちょっといただければと思います。まだまだ自分も未熟な人間ですし、拙い経験なんですけど、まあ、今自分ができることっていうのは本当にマリノスのためにできることを全てやる覚悟ではいるので、まあ、ずっと自分が大事にしているチームや仲間のためになりたいっていうのはプレーにおいてもそうですし、プレー以外のところでもそうなんで、ゴールはないですけど追い求めていきたいですし、自分がそうであったようにマリノスの選手にすごい憧れていて、かっこいいなと思ってたんで、今トップチームに入れる僕たちはその姿を見せないといけないし、育成の子たちだとか、そういう子たちにマリノスのトップチーム入りたいなと思ってもらえるのが自分たちの役目だと思っているので、本当にかっこよかったし憧れの存在だったんで、自分たちが今そう思わせてあげれてるかは分かんないんですけど、そこがやっぱり示さなきゃいけないことだと思うので、そういう観点で言えばみんなとそこは頑張っていきたいですし、僕自身もこれから先はどうなるか分かんないですし、ただこのクラブにいる以上はその価値は示さないといけないと思ってるんで、タイトルでもそうですし、今シーズン挑戦できるタイトルの数はすごく多いですけど、まずは目の前のこと、目の前の試合っていうものをチームとしては大切にしてるので、もちろん最終的にはタイトルっていうのはあるんですけど、すぐ手に入るものじゃないんで、本当に目の前の練習、試合を大切にして、みんなと走り抜けれれば必ずついてくると信じてやりたいなと。まあ、今シーズンあの横浜 F マリノスリーグ戦とカップ戦とたくさんの試合ありますので、ホームアウェーともに概要欄の方に記載してありますので、試合に来ていただいて一人でも多くのパワーを選手にいただけると、選手たちは本当にね元気な姿でプレーをすると思うので、ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。今回木田選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。